誰？あら、ジェシカちゃんじゃない。ゲストハウスに行ったんじゃなかったの？ちょっとその本を取りに自分の部屋へ戻ってたんです。そう、ゲストハウスに戻るところ？あ、はい、そうです。嫌な雨ね。風はだいぶ強いのかしら？今は比較的弱いみたいです。キリエおばさん、ごめんよ。運がなかったと思ってくれ。はあ、ゼトル、ジェシカの運命のルーレットはキリエを選んでしまったわ。どうするんだいジェシカ。ルーレットはキリエを選んだけど、それを拒否して再びルーレットを回すのも君の勝手さ。試練に捧げるのは誰の命でも問わないのだから。どうしたの？何か私に話でも？キリエおばさんにこんな質問、まずいかな。何？ジェシカちゃんが私に質問なんて珍しいわね。答えられるものだといいんだけれど。実は私、好きな人がいるんです。あら、そうなの？それは素敵ね。まさか、恋の相談なの？そんなところです。いいわよ、私でよければ力になるわ。ありがとうございます。実はそれでまだ片思いなの？いえ、そこから両思いになりたてって感じのとこです。ただ結ばれるには試練があって。試練？何それ？私たちともう一組の恋人たちがいて、争わなくちゃならないんです。三角関係？それとも四角関係？複雑そうね。それで？勝った方の恋人同士しか結ばれない、そういう複雑なことになってるんです。つまり嫌な話ね。相手を踏み台にしてしかどちらも成就できない恋なのね。はい、自分たちが結ばれれば相手が破綻します。そして逆もしかりです。質問の趣旨が大体分かったわ。こういうことでしょ。人は幸せになるためにどこまで他者を踏み台にすることが許されるのかでしょ。戦わなければ自動的に相手が勝ってジェシカちゃんたちは負けになる。しかし戦って勝てば相手を破綻させることになる。どちらも嫌な話ね。でも聞くまでもなく答えは決まっているわ。はい。甘えているでしょうか。そうね、甘えてるわ。でも自分たちが結ばれるために誰かを踏み台にするなんて、そんなのつらいです。じゃあジェシカちゃんは恋のお相手を諦める？それは断言するわ。その方が辛いわよ。地獄を這うことになる。生涯ね。私は6歳だったから、当時は何もわからなかったけれど、遺品の中にお母さんの手記があったわ。それは日記のようなものか。どちらかというと、随想録ね。日記よりももっとアバウトなものよ。亡くなってすぐに、それを見つけて読んだけど、その意味を理解できるようになるには、長い時間と私の成長を待たなければならなかったわ。なるほど。キリエの夫婦仲についての悩みが記されていたというのか。あれは、完全にお母さんの呪い帳よね。その中身は、6歳の私がずっと漠然と感じていた疑問を次々に評価させてくれたわ。アスムのことは知らなかったのか。お兄ちゃんが誰もいない時に話してくれたような気がするけど、小学校前の私にそれが理解できるはずがない。だって写真すらない相手よ。お母さんはアスムさんの写った写真の全てをお兄ちゃんに送って、家の中には一切残さなかったそうだから。でも、お父さんも同時に、媚びへつらう女の子たちを、きっと見下してもいたのね。そんな中に、自分の価値観をしっかりと持ち、知性を見せるお母さんは目立って見えた。それすらも、ルドルフの目を引きたいキリエの知恵かもしれぬわな。かもね。お母さんは、いろいろな意味で頭が良かったから。そうしてルドルフにパートナーとして次第に認められていくわけであるか。男子厨房に入るべからずっていうように、女もまた財布に入るべからずって空気はあるわよね。女はおごられて当たり前。男の出す1万円札をどうやって捻出しているかは野暮だから聞かない、知らない、興味もない。キリエは金に対する価値観が男性的であったということだ。でも、お母さんだって女。他の女たちにちやほやされてるお父さんを見て、心が安らいでたかどうかは疑わしい。ナンバー1よりオンリー1の方が良いというもの。そういうこと。お母さんは、お父さんの右腕として活躍しながらも、その陰では狡猾に、他の女性を切り離していったわ。お母さんの恋の成就は、もはや時間の問題だった。アスムはいつからいたのか。ルドルフさんの取り巻きの一人よ。いいえ、取り巻いてさえいなかったわ。ただのファンの一人だったわ。話したことはあるんですか？もちろん。私は彼女のことをよく知ってるわ。ルドルフさんがアスムさんの名前さえ知らなかった一番最初からね。あの子もきっと頭のいい子だったの。狡猾だったわ。私は頭の良さで目立とうとしたけど、彼女は全くその逆で目立とうとしたの。頭の悪さで肥後欲のかきたて方がうまいって意味よ。こびてイチャついてくる女たちの中で、彼女の仕草の一つ一つが派手な女たちに触傷を起こしていたルドルフさんには目立って見えたのよ。私は冷酷で知的、合理的で経済的。カルネアデスの船板のような状況があったら躊躇なく相手を蹴落とすわ。そんなパートナーがあの人にはふさわしいと思っていたから。確かに私はビジネスのパートナーの座を手に入れた。しかしいつしかルドルフさんには心を癒してくれるメンタルのパートナーが必要になっていた。私は愚かしくも知的を自称しながらそれに気づけずにいたわ。それでルドルフおじさんはアスムおばさんと結婚を？ええ、そうよ。取られた。たくさんの女をはべらしていたもの。今さらどこの女と遊んだって情を移すような人じゃない。それにあの人にとって女なんて遊びでしかなかったものだからこそ、私は体以外を武器に自分の存在を示していた。慢心だな、女として。間もなく2人は解任するわ。アスムさんはそれをすぐにお父さんに打ち明けたけど、お母さんは逆だった。身重になることがビジネスパートナーの座を揺るがすことになりかねないと恐れたのだな。当時のお母さんは食が細くて体調不良とか当たり前だったみたいだから、解任に気づくのも随分遅れた。気づいたのはアスムさんとお父さんが電撃入籍をしてからよ。お母さんはその後に妊娠を知って、アスムさんやお父さんを揺さぶろうと随分暗躍したみたいだけど。アスムさん、あんなにぼんやりしてそうなの。ルドルフさんに食わえ込んだら話やしない。だから何ですか、どうぞお引き取りくださいですってよ。バス一つ乗るにも怖い怖いと縮こまってたあの小娘がね。あの時悟ったわ。本当に狡猾だったのは彼女だったってね。そうよ、乗り物恐怖症だってルドルフさんの気を引くための嘘だったわ。ごめんなさい、こんな話を聞いてもつまらないわよね。あ、いえ。せめて私の産む子だけでも認知させたかったわ。ルドルフさんもそのつもりはあったみたい。病院もきっちり手配してくれたし、アスムさんの出産が近づいてもかいがいしく私のところにも来てくれてたっけ。もはや向こうが本当の奥さんなのにね。ひどい人だわ。